はい、今日はですね、CB なんですけど、どうもバッテリーがあれからまたね、バッテリーがね、上がり気味、セルがちょっと回りにくい、まあ使いすぎたっていうのもあるんでしょうけど、それもあって、せっかくね、eBay で買ったね、こちら、レギュレーター、これ CD と、同じなんですね、CD と、これをね、この CB とね、についてるこのタンクの下なんですけど、それをね、入れ替えたいなと思います。で、入れ替える際に、これと、キャブレター、外して、タンクもね少し軽く、ちょっと今な8リッターぐらい入ってるんでそんなに外したくないんですけど、それをね、ちょっと緩めて外していきたいと思います。それとちょっと最近気になったのが、このコンタクトポイントのところ、コンタクトポイントのところね、これをね、中のブレーカーをちょっと音が激しくなったんで、ちょっとね、そこもちょっと磨いたり、隙間の確認とをしたいと思います。ではちょっと作業していきます。このネジを外すと下のセルが出てきます。はい、ネジ取りました。でこれを2つ外して、でこの下に手を突っ込んで、これがね出にくいんだわ。これがちょっとね、こっち側に寄せてから外すと、ただコネクタがね邪魔してからね、結構これね昔のセレブは大きいから外すのに大変なんですよ。私特に手が大きいからさ入らないんだよ。見えてる？見えてきてる？これね、これ外すの。よいしょ。よし、取れた。ね、これだけ違うの、大きさが。わかるかな、この大きさ。こんだけ違うの。で、こっちをね、取り替える方。で、この色と、緑、ピンク、赤、白と黄色。これをね、外して、ここについてるコネクタ、ここね、見えてるんだけど、これね短いからここに見えてるんだけど、これこっち側の本体側のコネクタが超短くてね、中に引っ込んじゃうから気をつけないとダメです。ね、よし。じゃあこれ外していきます。これ硬いんだよね、結構。あ、切れかかってんな。切れてんな、少しな。
ちょっと切れてるね、切れかかってる。これでショートしてたのかな。まあ今回新しくね、まあこれもせいでもね、そんなに切れかかってるね、ちょっとねむき出しになってるね、むき出しになってるね、ちょっとね、これでちょっとショートしてたのかもしれないね、電圧が来てないのかもしれない。まあこれはちょっと一回外します。はい、ここ外していきます。あとね、下も外してるけど、まずここどんな状態になってるか今見たいし、よく見えるかな、これね、これね、ここの隙間を確認と、ザラついてるかどうか、うん、それを確認するには、下のジェネレーターコイルのところ、そこを外します。メインのジェネレーターから来るコード、これね、端子、この端子なんですけど、ひとまずこっちも綺麗に、磨いてね、綺麗にしようかと思います。でこれだけで、これに接点復活剤ね、入れる人もいるんですけど、あれはあくまでも応急処置ということを考えてください。本当は新品と取り替えが一番いいんですけど、それができないんで、こういう場合は磨くのが一番いいと思います。